じゃあ次の質問3行ってみたいと思いますけど、はい、僕ね単純によく言われるんですよ。ダイヤモンドとかってプロの人って、ね、よくこうやってこうルーペとね、見たりするじゃないですか、そのまず持ち方というかピンセットをプロはどうやって見てるのかっていうのをちょっと見てみたいと思うんで、ちょっとこれ見てる風利をしてもらっていいですか。いいです。最初にちょっとトミさんやってもらっていいですか。いいです。実験的に、はい。じゃあこれダイヤなんですよね、これね。それダイヤです。おお、なるほど。そうですよね。じゃあプロに今見せてもらいましょう。まずこれダイヤを裏返します。裏返す、こちらに、はい。でピンセット、はい、ちょっと最初に持ち方なんですけど、はい、小指以外で持つんですけど、はい、親指、人差し指、中指、薬指じゃないですか、はい、こうで、はい、こう掴む感じですか。こうちょっと分かりづらいですよね、と、あ、こういう感じで、はい、あ、こうやって持つのがいい。そうですね。で、こう裏返します。こう裏返して。はい。はい、で、こう持ちまして、こう掴んで、こうですか。あ、こういう感じで。はい。あ、こういう感じで。はい。あ、これが結構ちゃんと。そうですね。ああ。で、これは別にダイヤでも、ルビーとかサファイアでも何でも一緒ですから、ね。はい。あ、じゃあルーペ、ルーペ。ルーペは、人差し指をこう、ありました。中に入れまして、はい、中指と親指で固定して、こういう感じですかね。あ、こういう感じ。はい。で、からのピンセット入れてみますか。からの、はい、よろしいですか、はい。こう持って、さっきの同じ要領で持って、はい、ここに、中指に当てると固定できるじゃないですか。はい、ちょっと横向けてもらっていいですか。そうですか。あ、そうそう、こっち。これが正しい持ち方。そうですね。で、で、固定して、あとは目を、この、こう近づけると、焦点が合うんで、やっぱり。中指と、この薬指の間にこれを置くってことですか。中指とか、そうですね。そうですね。それが一番多分。で、あと、焦点合わすために、ちょっと目を近づけて、はい、左目で見るっていう感じですか。ちょっとね、プロっぽい、プロっぽい。ありがとうございます。いやー、ピンセットは勉強になりました。ありがとうございます。とんでもないです。というピンセットの流れから僕もう一個、はい、ぜひ数え方を見せてほしい。ね。わかりました。ダイヤ持ってきたじゃないですか。ちっちゃいのね。はい、これね、ちっちゃい。わかるかな、ここね。あ、そう、ここで。で、持ってきたから、これをね、どうやって数えてるのか、ぜひね、見せてほしいし、教えてほしい。わかりました。ぜひ。ね。はい。で、これ。こっからじゃあね、どうしようか、はい、100ピース、はい、取ってください。わかりました。まずよろしいですか。これをこう一つにまとめます。はいはい。でその後、まあ、逆側、まあ、どちらでもいいんですけども、こう使って直線状にします。あ、直線、あ、こう直線状にするんだ、はい、そうですね。で、はい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 、気を、まあ、やり方は人それぞれですけど、はい、僕は基本的に4つをで分けていくんですよ。これをまあ、こっち、今度右側ですかね。こっち側のところを、1、2、3、4、5。こうやって、こうやってこうしまして、6、7、8、9、10。こういう風に数えていきます。例えば、100ピースを数える場合でしたら、まあ4の倍数なので25ですよね。で、そういう感じで分けていくと、やっぱりスピードは上がりますから、これをやっぱり2ピースでやってしまうと、どうしてもね、ちょっと大変なんで。じゃあ、ちょっと今、もう一回戻して、はい、スピードを上げてちょっとやってもらっていいですか。わかりました。100ピース。ストップウォッチやっちゃうから、100ピース数えるのに何秒かかるかやってみましょう。わかりました。100ピース数えるのにプロは何秒かかるか。はい。用意、スタート。
わかりました。これ100です。お、早い。今の時間24秒かかりました。はい、いや24秒、やっぱすごいですね。てかまあ基準が分かんないからどこがすごいか僕もちょっと分かんなかったですけど、でもね今見ててちょっと面白かったんで、次回やるときはダイヤモンド数え数え選手権をやってみたいなって今思っちゃいました。なるほど。だから次も来てください。何人かすげえスペシャリスト揃えてくんで。お願いします。ぜひ、はい、ぜひぜひ。次回もその時もね。まあありがとうございました。数え方もねこうやってやってね、皆さん多分あんま見ることないけど勉強になったかなと思いますけど、あのダイヤモンドってよくこういうなんでしょう、合成石とかキューブとかね、いろいろまあありますけど、プロは見抜けるのかってやってみたいんですよ。僕今持ってきました。これね。これ。ね。これスワロスキーのね、この石なんですよね。これ今開けますね。これね。キュービックですかね。キュービック。はい。じゃじゃーん。実はこれキュービックの4ミリなんですね。この中に1個ダイヤ入れときました。なるほど。でプロは目で分かるのかってすごい知りたくて、正直実際今こうやってキュービックの中に1個ダイヤが入ってるって言われたらどうですか。ちょっといいですか、見せてもらって、はい、分かんないです。スワロスキーのキュービックまあ綺麗ですからね、カットもね、中に本物のダイヤが入ったら分からない。まあこれが実際のところですよね、うん、じゃあ僕最後に5ピース抜きますんで、はい、どれが本物かルーペを使ってちょっと見ていただこうかなと思います。分かりました。やっぱり分かりづらい。分かりづらいですね。よく見ないと。あ、でも多分これです。これ？これです。でもプロが見て今みたいにしないとやっぱ分かんない。分かんないですね。結構よく見ないと。だから結局は見てる人があれですけど、こんな本当これくらいじゃないと分かんないですよね。ね。あ、分けていただいてありがとうございます。そうなんです。もうそんな難しいんですね。結構難しいですね。あ、それは勉強になりました、で、これがじゃあ本物かどうかの判定するのはててててててーん、ダイヤモンドでした。これでチェックしていただいて分かる、はい、ちょっと待ってくださいね。音が鳴るとダイヤモンドです。ぜひやってみてください。分かりました。音鳴った。おーおー、よかった。ってことで、よかったです。これは本物のダイヤです。はい。ね、いや当たった。よかったです。よかったね。ってことで、はい、まあまあまあ一応ルーペを見てやればプロの人は見分けられるかもしれないですけど、ちょっとダイヤモンドとか宝石かじったぐらいの人じゃわからないんじゃないですか。これは結構難しいと思いますね。ね。いや今回ね、本当勉強になったのは、スワロスキーのキュービックって本当綺麗なんですね。うん、まあそれがちょっとね勉強になったって、うん、まあね全然見てる人にあれですけど、まあダイヤはねこれだったら数十万すると思いますけど、うん、まあスワロスキーのね、うん、石はもう100円とかね何百円ですから、うん、まあそれでも見分けがつかないってことですね。うん、それが今日の最後に勉強になったことでした。うん、いやいや、こうやってね、次の回はですね、ね、もっとダイヤのことをいろいろ聞きたいから、ええ、多分見てる人面白いと思うんですよ。なかなかダイヤのことね、聞けないから。だから、今度は研究的にね、まあ、数えのゲームやるってさっき言いましたけど、あとはダイヤをこう叩いてみられるかとかね、いろんな実験も次回はしてみたいなと思うんで、来てくれるかな？喜んで。ありがとうございます。そうです。
まあ、ちょっといいと思ってきてもよかったかなと思うんですけど、まあ、さあそういうことでね、また次の動画でぜひお会いすることを楽しみに、はい、See you next time!、はい